皆さんこんにちは。今日ご紹介するのはサナナミインコの赤ちゃんたちです。エトピリカ名古屋店で初めて生まれた兄弟になります。駅前の今一生懸命ご飯くれくれコールをしているのが弟の1月30日生まれのブルーの子になります。で、奥のよいしょ、ちょっと色が薄いこっちの子がお兄ちゃんで、ブルーのスパングルシングルファクターの子になります。すごい元気でずっと差し入れくれくれとピヨピヨピポポポポと泣いてくれてます。人が懐っこいんでこう手を出すと人の方に寄っていってしまうような形です。あまりエトピリカにはサドナミさん入ってこないので、ぜひ探されてる方は会いにいらっしゃってください。お待ちしております。